2014年以前の国旗南西ソマリアは、ソマリアに存在する自治国家、自治政府の故障。2002年に成立し、2006年に消滅したが2014年に再受立された。首都はブラバ。主な氏族はラハンウェイン。新南西ソマリアは2014年の話し合いにより、従来の行政区分で、米州、バコール州、 カブシェベリ州に相当すると決められた。その行政区画に基づくと面積は8 7 4 0 3トル、人口は2361,627人である。暫定国民政府と対立する有力氏族で作るソマリアは開催制評議会が2002年4月1日にソマリア南西部の要衝であるバイドアを首都として樹立した。自治政府大統領には SRRC の共同議長の一人である、ハサン・ムハンマド・ヌール・シャキグドドが就任。ソマリアで分離状態にする形で独立、自治宣言をした例はこれで3例目であった。1例目のソマリランドと違い、ソマリアとの連邦制による、再統合には3位を表明していた。現在では、自治の考えを放棄し、新たに作られたソマリア暫定連邦政府に全権を、委譲している。 2004年、ケニアのナイロビに発足した暫定連邦政府に、シャティグド大統領が農省として入閣。この暫定連邦政府は、プントランドのアブドゥラヒウスフが率いており、ソマリランド以外の全勢力が協力体制に入ったことから、有効な中央政府発足に向けての足がかりとなるか、注目されていたが、2006年6月に、 ソマリア州とモガリ市を占領したイスラム法廷会議に、首都バイドアを、たびたび攻撃されるなど、南西ソマリアは安定とは言い難くなった。2006年12月には、暫定政府を支援するアフリカ連合軍の侵入阻止のために、イスラム法廷会議が、南西ソマリアの港湾都市キスマユを制圧したが、暫定政府側が犯行を宣言し、二千七年一月一日に、奪還。 法廷会議員軍は、ケニア国境に向けて配送し、暫定政府は、北部のソマリランド支配地域を除くソマリア全土を掌握したと宣言した。消滅から8年となる2014年3月3日に、マドベナンをモハメットを大統領として再形成。10月29日の話し合いにより、従来の米州、バコール州、カブシェベリ州に相当する地域に再樹立することを決定。 11月18日には、シャリフ・ハッサン・シェイ・ハーデンが、大統領に選ばれた。サウスウエスタン・ステート・オブ・ソマリア・ハット、アプヤレーション・エステマイション・サーベイ2014フォーザ18プレ、ウォーリー・ジョンズ・オブソ、R U L e R ・ソマリア・ハット・ RULERS.org スラッシュ・ソマリア・ハット・ソマリア、フォーマー・フェデラル・スピーカー、シャリフ・ハッサン・イレクテッド・プレジデント・オブ・ソマリア、S、サウスウエスト・ステート、 ありがとうございます。